D-CAM3 分離カメラは、はやぶさ2の衝突装置が小惑星上で人工衝突を起こす際に探査機から分離されて衝突の様子を間近で撮影します。その中の科学観測用カメラというのは、衝突点から噴出物がどのように放出されるか、衝突の様子を世界で初めて鮮明に撮影します。これまで太陽系で無数に繰り返されてきた無重力空間での衝突現象というのが一体どのようであったかというのを明らかにします。